小山勝作、指すけとんち話、ベコベア事件1日曜日の朝です庭の若葉が風に揺れて波のように窓を染めています指すけは自分の書斎に引きこもり手製の小さな手帳に 何かしきりにかきうつしていましたできたぞフフ <laughs> クロちゃんこないかなひとりでえつにいっているとうしろから雅子がちかづいてこえをかけましたおにいさんそれなになんだ雅子、ま、かねこみたいにこっそりはいってきておまえなんかこどものしったことじゃないんだふんじぶんもこどものくせに あら、運のユースさん、纂ベコベア語辞典。ベコベア語ってそれどこの国の言葉？指すけは得意げに答えました。俺が発明したんだ。じゃあエスペラントみたいね。うん、エスペラントを発明したのはザメンホフベコベア語を考案したのは。 運のゆうすけというわけさ、ほほほ、知ってるわね。雅子はちょっと考える風をしてくすりと笑いました。あ、タッカーはタッカは、それ、まさか鎖国でベコベヤ人の使う言葉ね。ユビスケはだーっとなって、いや、お前も知ってんのか、ちもちま。 二人は声を合わせて笑いました。と、その時、犬の声が聞こえてきました。おや、クロちゃんの頃の声だぞ。指助は腰を浮かせました。と、果たしてクロちゃんが門の外から呼びました。指ちゃん、るいるいるいうこいにびそは。えこどう たばりほオーケーふたりのあいだでふしぎなかいわとまさこがくちをはさみましたしたーよていてれつめだめだゆびすけがくびをふりましたふんいいわあたしおとうさんにえいがにつれてってもらうからはははは、<laughs> てっかに遊ばせだ。お母さん、クロちゃんと散歩に行ってきます。お昼には早く帰ってきてね。え、一時間ばかり。指揮が部屋を飛び出すと、その後にお母さんが入ってきました。まさちゃん、今お兄さんとクロちゃん、変な言葉使っていたわね。あれ、なんのこと？ふふふ。

そしてこっそり練習し,していたの。おやおや、まさちゃんも隅に置けないわね。お母さんはお腹を抱かかえて笑いこけました。さて、指助とクロちゃんは。でいなつててよ、化けゆおちみのいわかなんみて。なにりとこ、ばえたうをたう。 ルナがつくうとべこべや語の歌を歌いながら掘り旗の葉桜並木の道を楽しげに歩いていましたクロちゃんの愛犬コロが先になり後になりして飛び回っています掘りの水は緑を溶かしたようその向こうにはこけむした古城の石垣がどっしりとそびえています 人家の道の片側だけ堀で囲まれた大小の住宅が葉桜の陰に立ち並んでいます。花の頃は名所の一つですが、今はもう人通りもまばらです。指助とクロちゃんは、そこにポツンと一つ残っている古いベンチに腰を下ろしました。クロちゃん、僕ほら、こんなものこさえたよ。指助は、 さっきの手帳を見せました。べこべや語辞典。うん、こいつは素敵だ。この中には普段使う言葉は大概入ってるつもりだ。これを空で覚えたら会話だって演説だってできるんだよ。ねえ、クロちゃん、君にこれ貸してあげるから、べこべや語で何か面白い童話をこしらえないそして、どうするの 来週 PTA 主催の慰安会があるだろ。その時、君がマサカサ国のベコベヤ人になって現れ、童話を話すんだよ。そして、僕がそれを通訳するんだ。うん、そいつは面白えな。みんな、うわーっと来るぜ。あははははは。二人が笑い出した時、足元でコロがワンワンと鳴きました。 いや、なんだコロ、髪くずなんか加えてきて。おやこの髪、バカにきちんと畳たたんであるね。ほんとだ。それに、あんまり汚れてもいない。二人は、コロがどこからか加えてきた髪切れに、じっと目を落としました。普通、道端に落ちている髪切れというものは、くしゃくしゃになっていたり、汚れたりして、 だのにこれはまだ真新しくてしかも細かくきちんと折りたたんであるのでなんとなくひみつめいた感じを2人に起こさせました指助はとうとう手を伸ばしましたとコロはその紙切れを前足で押さえました「あれこいつめコロよせよ」 ははは、<laughs> やっぱり僕でなくっちゃコロさあよこしなよしよしごほ美びはうちであげるよあ気持ちが悪いちょっとぬれてるぜクロちゃんが拾い上げましたどれ僕が広げてみようおやカタカナで字が書いてあるぞはてな「レントーケンウる。 できんこびとの夜の人安い値段指助は読み上げて首をかしげましたふんみょうなもん妙な文句だなとるののだあそうだ レントゲンを売るってんだ。きっと商用の伝文だよ。クロちゃんはわけもなく言い切りました。うん、そうらしいな。でも暗号を使ってあるぜ。できんこ人の夜の人。ここのところだ。ゆびちゃん、べごべやごでも解けないうん、とひの。 るよのダメだよベコベヤ語じゃないやそこに自転車のベルの音が聞こえたあクルス刑事だクルスさーん二人が呼び止めるとクルス刑事は自転車から飛び降りましたいやあ犬を連れて散歩かねええ、おじさんは 自転車なんか飛ばして犯人でも追っかけてるんですか指助が皮肉りました。はははいやまだ追っかける段にはなっていないがちょっと事件が起きたんだ。ベンガルのひょうの目と呼ばれているすばらしいダイヤが盗まれたんだよ。なるほどふだんと違ってクルス刑事の目はものものしく光っています。へえ この近くでですか近いともすぐそこだ有名な実業家の屋敷だから君たちも知っているだろう宝商会の社長富田氏の邸宅で起こったんだええその屋敷なら知ってます盗まれたのは昨夜ですかいやそれがおかしいんだ今朝の7時から9時までの間というんだ 今電話で訴えてきたばかりだから、詳しいことはわかってないが、早速駆けつけていくところだよ。時に指ちゃん、今ちょうど十時だが、君たちさっきからここにいたのだったら、挙動の怪しいやつを見かけなかったかね。さあね、僕たち今来たばかりなんですが、格別怪しいと思う人物には会わなかった。なあ、クロちゃん。うん。 そうだね。そうか。じゃあゆリちゃん、そんなわけで急ぐから失敬するよ。うまく解決したら、一つ知る子会だ。おじさん、成功祈ります。うん、今度はうまくやるつもりだよ。はっははっるスケージは自転車に飛び乗りました。に、 貿易商、宝商会の社長、富田氏の邸宅は、そこから歩いて5分、堀に沿って曲がった角の屋敷でした。訪れたクルス刑事は、すぐ応接間に通され、まず、夫人から行きさつを聞き取りました。問題のダイヤは、戦前富田氏がインドに渡った時、ベンガルのある王様から買い取った品で、 指輪にはめ込むには大きすぎるし、また首飾りなんか日本ではあんまり使わないので、そのままの形で他の宝石類と一緒に宝石箱に収め、寝室のダンスに入れてありました。富田夫妻は、紹介にある金庫などより、帰ってこの方が安全だと考えたのです。無論その引き出しには厳重に錠前がおろしてあり、 また、そこに宝石箱がしまってあることは、雇い人たちには無論のこと、子供たちにも秘密にしてあったのでした。ところで、今朝のことです。夫人がその寝室を出たのは7時でしたが、その時まで小ダンスには何の異常もありませんでした。8時になると、夫人は3日目ごとに回ってくる生け花の師匠と一緒に、 座敷の縁側で花をいけました。そして9時かっきりに外出の支度をするため寝室に入ってみると小ンスの錠前が壊れて宝石類が投げ出されていてその中から問題のダイヤだけが盗まれているのでした夫人はてっきり外部から泥棒が入って盗み出したに違いないとすぐ警察へ電話で訴え出たのです クルスケージは、夫人からこれだけを聞き取ると、寝室を中心に、間取りや家の周りなどを綿密に調べましたが、外から泥棒が入った形跡は全くありません。こうなると、嫌でも女性や女中に疑いをかけねばなりません。クルスケージは、みんなの承諾を得た上、夫人の立ち会いのもとに、女性の長野健三君、 二十一歳、上女中の長田さ,さん、二十三歳、下女中のおしもさん、二十六歳、それから小間使いのおみつさん、十八歳の持ち物一歳を調べてみました。しかし、ダイヤは出てまいりません。そこで刑事は応接間にこの四人を一人ずつ呼び入れて、詳しく取り調べましたが、 かねてから雇い人たちをかわいがっている婦人は気が気でない様子です。刑事さん、いかがでしょうやっぱり雇い人たちが怪しいのでしょうかさあ、それがですね、奥さん。お聞きのとおり、4人とも7時から9時までの間に、1人でこの寝室へ忍び込む時間を十分に持っているのです。しかも、 駒間遣いのおみつさんを除いた三人は、その間に外出さえしているのですから、一層疑いが深くなるわけです。女性の長野くんは手紙を出しに、長田さんは坊ちゃんを送って日曜学校へ、おしもさんは洗濯せっけんとたわしを買いに出かけているんです。だから一層疑いが深まるわけです。 もしこのうちの一人が真犯人だとすると、ダイヤはもう外で待っている仲間の者のに手渡したとしか思われません。すると、たとえ犯人がわかっても、ダイヤはなかなか出てきませんね。来ケージはゅ々と説明しました。まあ、どうしましょう。ダイヤも惜しいですけれど、長田もおしもも長野も、 もう三年も宅にいてくれて妹や弟のようにかわいがっていたのですものそれが犯人だなんて夫人はおろおろ声です時に奥さんおみつさんのことはどんなふうにお考えですか今度は刑事が問いかけましたおみつは宅に来てからまだひとつきほどにしかなりませんが どこか怪しいとお気づきになったところはありませんか?」。「格別そんなところは」。いえ、おみっつもとても正直に働いてくれましたわ。いや、奥さんのお気持ちはよくわかります。でも。と言いかけたとき、入り口の戸をノックする音がしました。どうぞ。駒使いのおみつがドアを開けました。 あのただいま運のゆうすけという方が刑事さんを訪ねていらっしゃいましたけど刑事は首を傾けました何海の？何のようだろうすぐにここに通してくださいかしこまりましたでは私もちょっと失礼させていただきますさあどうぞご自由に夫人も おみつとともに出ていきました。刑事はつぶやきました。おかしいな。ゆびちゃん、何の用で来たんだろう？まさかこの事件に関係があるとは思えないがな。やがて、またノックの音がして指すけが入ってきました。くるさん犯人の目星はつきましたか？うーん、いやまだなんだよ。 今一応雇い人たちを調べたところだ指助は声を潜めましたところでおじさんこの家の雇い人でその時間に郵便局へ行ったものはありませんかうん一人いるにはいるんだがね書生の長野くんが9時半前に手紙を出しに行ったそうだでも指ちゃん そりゃい,ったいどういう意味なんだ。おじさんこれを見てください指助はさっきコロがくわえてきた紙きれを出しましたうん折りたたんだ跡がある上質書簡線だねおや字が書いてある「連塔剣売る出来んこ人の夜の人」。 安いねだ。ゆびちゃん、これどうしたんだ？刑事はイブカシゲです。さっき掘りバタでクロちゃんの愛犬がどこからか加えてきたんです。最初はその文句を言われて気がつかなかったのですが、これ端の方に小さく富田洋線と印刷してあるでしょ？なるほど、このうちの洋線らしいね。 でもおかしいな。この文句は商用の伝文と思うが、宝紹介ではレントゲンの機械は売っていない。それに、中の文句は暗号らしい。そうです。来栖さん、これ、ベコベア語の暗号文ですよ。えなんだってベコベア語そりゃあどこの言葉だい。ふふふ、まさかさ国。 すなわち日本語を逆さまに書いたあべこべ語ですよ。はははそうか。じゃあこれを逆さまに読むと本物の日本語になるんだね。ええそうですがこれは暗号を仕込んだべこべや語だから下から一つ置きに読むんですよ。なるほど。えっと「ダイヤ」。 昼の便で受け取れあ刑事の目はみるみる光り出しましたおじさん驚いたでしょうん驚いたゆびちゃん大したものを手に入れたねこいつは確かに犯人が盗んだダイヤをけさ小包みで送るとき仲間に打った伝聞だよ 面倒な暗号だから下書きを書いて郵便局へ持っていったに違いないそれをうっかり落としたんだよ待てよだとすると疑わしいのは書生の長野だけではない女中の長田もおしもも郵便局に行かなかったと断言はできない駒使いのおつを除いて長田もおしももその頃に外出していたんだから 僕もそう思います。だから駆けつけたんです。ところがクルスケージはそこでずっと考え込みながらゆっくり話し出しました。ところでね、ゆびちゃん、実は腑に落ちないことが一つあるんだよ。それはね、一番嫌疑の深い書生と女中二人は三年もこの屋敷に勤めていて、 見るからに正直そうな人柄なんだが、駒使いのおみつは大変な娘なんだよ。先方では僕に見覚えはないらしいが、僕はちゃんと記憶している。両親もきょうだいもない気の毒な身の上らしいが、山猫ネコおみつといって、か角のすり仲間だったんだよ。だから、疑わしいのはおみつなんだが、外へは一歩も出ていないんだからな。 変なんんなだよふーん。本当にその小マ遣いは外出しないのですか指助は大人のように腕組みしました。うん、それは確かだ。他の者が外出した時間には主人にお茶をあげたり、坊ちゃんに牛乳を沸かしてあげたりしていたし、そのあとは玄関にいた所生の長野も勝手口の前で洗濯をしていた押しも、 おはいいししないと証言しているんてるだ。ただおみつが牛乳の空き瓶を通用門の脇に取り付けてある牛乳箱へ入れたのをおしもが見ただけなんだああではやっぱり前の3人が怪しいわけですねそうだともしかし君のおかげでおそらく今日中には真犯人がわかるしダイヤも戻ってくるだろう ちょっと待っていてくれたまえ。本所に電話をかけて、すぐ郵便局を調べてもらうから。刑事は自信満々、応接間を出て行きましたが、指助はじっと考え込んだままです。と、一匹の三毛猫が、指助が待っている応接間の窓から、のっそりと入ってきて、ぴょんとテーブルの上に飛び乗りました。そうして、 鼻をひくひくさせたかとみるまにひろげたままにおいてあったもんだいのかみきれに花をくっつけしたをだしてペロリとなめましたゆびすけはおやっといそいでかみきれをつまみあげてじぶんもはなでかいでみましたはてななんのにおいもしないでもねこのはなにはなにかにおうんだなうん コロがくわえてきたのもにおいのせいかもしれないぞ。魚のにおいかしら。まてよ。もしかしたら、このにおいに意外ななぞがひそんでいるかもわからないぞ。ドアが開いて、クルスケージがもどってきました。ゆうびちゃん、部長も僕たちの考えと同じ意見ですぐこのまわりのゆうびん局を調べるというんだ。 はやくかいけつするかもしれないぜ。しかしゆびすけはそれにはこたえず。ねえおじさんいぬや猫がすきなたべものはさかなのほかになにがありますかねふふ指ゆびちゃんまたへんなことをかんがえはじめたね。さかなのほかにいぬがすきといえばまあにくだね。それからバターぎゅうにゅうチーズ ビスケッゆびすけはめをくるくるさせましたなるほどぎゅうにゅうはさかなよりもすきかもしれぬいまねこのねこがペロリとこのかみをなめたのですよねこがねけいじがうでぐみするとゆびすけがとつぜんさけびましたあそうだおじさんきっとこのかみには 牛乳が染み込んでいるんですよ。だとするとおじさん。刑事もごくりとうなずきました。うーんなるほど。おお、わかった。この紙は伝文ではなくて牛乳の空き瓶の中に入れて外の仲間に渡した通信文に違いない。牛乳瓶を入れる箱は通用門の脇に取り付けてある。んいや、

昼の瓶とは郵便のことではなくて、昼取りに来る牛乳の空き瓶のことだ。よし、今度は外れないぞ。刑事と指助が床を蹴って、応接間を飛び出しました。3さて、その日の夕方。指助はクロちゃんの家の門の前に立って、 二階の窓を見上げて声をかけました。そこはクロちゃんの書斎です。クロちゃん、ルイ、あ、ゆビちゃん、ルイルイ、えまたりが、クロちゃんが窓から顔を出しました。めだめだ、ラカイう。あ、面倒くせえ。クロちゃん、重大な話があるんだ。 おりておいでよよしいまいくクロちゃんといっしょにコロもとびだしてきてゆびすけにじゃれつきましたははは、<laughs> こいつめもうビスケットをかぎつけやがったまてまてクロちゃんにわたしてからうーんとごほうびをもらってあげるからなあにゆびちゃんじゅうだいなはなしってまずこのかしずつみをうけとって。 コロにご馳走してよ。コロが掘り旗でダイヤ犯人が落とした紙切れを拾ってくれたお礼だ。クルス刑事からだぜ。指助は大きな紙袋のビスケットをクロちゃんに渡しました。えでは、あれが犯人を捕らえる手ずるになったのかそうだよ。あの紙切れのおかげでダイヤ犯人が見つかったし、ダイヤも戻ってきたんだよ。 ふーんこいつは驚いたなそれにその結末が傑作だったよダイヤを盗み出したのは富武の駒使いだったがもともと悪いやつに脅かされて泣く泣く悪に落ちた気の毒な故事だったんだだから富田の奥さんが親切にご意見なさるとすっかり全身に戻ってこれからも富武にいて にたんだよ。ただ残念なことに、郵便配達に化けて、その子を脅かしてダイヤを盗ませた男だけは、他に悪事を働いていることが分かったので、警察に連れて行かれたんだよ。そうか。よかったな。でもゆびちゃん、どうやってあの紙が手づるになったか、話してくれたまえよ。うん。それは今夜だ。 え、今夜クルスさんが約束したじゃないか。うまく解決がついたら汁粉会を開くんだって。その汁粉会を富田さんの奥さんが開いてくれるそうだよ。ふふふ、そうか。富田さんちのごちそうだったらクルスさんのしょっぱい汁粉と違って甘いぞ。そうだな。ハハハハ。あはは 二人の笑い声に合わせて、コロもワンワンと吠えたてました。そろばん探偵。一指助は日曜日によく留守番を押せつかります。あまりありがたいことではないが、たまにしーんと静まり返った家の中にたった一人でいることも。 まんざら悪い気ばかりはいたしません。限られた家の中ではあるが、大きな顔をして、誰はばからず、自由に振る舞い、自由に考えることができるのです。指助は今までに、いろいろ奇抜な遊び事を考案しましたが、大概は留守番中の自由時間に考え出したことです。クラスの中の指紋を集めることも、 この前のべこべやごもそうでしたが、今度の日曜日も午前中留守番を仰せつかり、縁側に寝転んでいる間に、とても愉快な遊びごとを考え出しました。そして、あくる日は早速クロちゃんをはじめ、クラスの仲間に披露しました。取り出したのは一個のそろばんです。パチリと玉を弾いて、 じょうだんのたまのしたにゆびをいれてざっとよこにはしらせますそのおとをきごうになおすとつぎのようになりますザーパチザーザーパチザーザーパチザーパチパチザーザーパチザーパチザーパチパチパチザーパチパチザーザザーパチパチザーパチパチ

ならったばかりじゃないか。あわかったわかった。なるほどあれだな。はははわかったろ。これをねみんなでおぼえこんでやりとりしたらただのそろばんよりよっぽどおもしろいぜ。するとゆびちゃん単音のトンは「とん」はたまをうえへはじくだけちょう音のツーは「つ」は 上段の玉の下に指を差し込んで横に引くだけだね。そうさ。つまりトンツートンツーがパチンザーパチンザーとなるわけさ。今のは私の名は指すけですだよ。わかった。でも覚えるのが大変だな。なに、練習次第だよ。 符号がちゃんと理科表に出てるからまずそれを見ながら符号で文句を作ってそろばんで練習するんだ僕今打った文句は昨日一日で覚えたんだぜそして聞く方はその文句の符号をそのまま紙に書き取ってから本文に直すんだよ指助が披露した新案の遊戯とは電信のモールス信号を そろばんの玉の音で表し、送ったり受け取ったりすることでした。説明を聞いたみんなは、元より大乗りき早速その日から練習にかかりました。指すけは考案者だからもちろんのこと、みんな大変な熱の上げ方です。お休みの時間になると、額を集めて、つうとんつうとん。おうちでも暇があると、 理科表と首引きでパチパチッザーパチパチッザー中でも凝り性のクロちゃんには機関車が蒸気を吹き出す音線路甲府のつるはしの音小鳥のさえずる声までツートンツートンの信号に聞こえるということでねえユビちゃん面白いぜ耳に聞こえる音は何でもツートンツートンの符号で現れるんだぜ。 こう言ってカナリアの鳴き声を線で描いて指すけを感心させたこともありました。2。さて、こうしたある日のことです。お母さん、ただいま。指すけが学校から戻るとお母さんが心配顔で待ち受けていました。ああ、ゆびちゃん、あなたが帰るのを待っていたわ。え 何か用ですか。ですご苦労だけどお父さんの会社に使いに行ってもらいたいと思ってえ会社へどうしたんですかさっきねお父さんからお隣に電話がかかって呼ばれたの急な用ができて FC に出張ですってもううちに帰ってくる暇がないからタオルだのせっけんだの身の回り品をすぐ届けてくれとおっしゃったのよ それもね、トランクとかボストンバッグに入れると目立つから、風呂敷に包んで持ってくるようにですって。はい、すぐ行きます。でも変だな。ねえ、お母さん。もしかしたら、あのことで秘密の出張をなさるんじゃないでしょうか。そうよ。あたしもそうじゃないかと思ってたわ。だったら心配ね。なに、お父さんのことだから。 敵に感づかれるようなヘマはなさらないですよ。そうだわね。じゃあ、頼みますよ。指助のお父さんが勤めている会社は、今のところ農機具や自動車の部分品などを作っているだけですが、戦争中までは有名な精密機械の大工場で、本社は F 市にありました。繊細で一部は焼け、一時は 軍工場と認められて休業していましたが、精密機械を大量に作っていた関係で、2キロもある白金の塊が終戦後もその会社の倉庫に保管してありました。無論高価な貴金属なので、これを知っているのは社長重役とわずかな幹部社員だけだったのです。ところが、どうやってこの秘密を探り出したのか、 つい近頃になって、二度もこの発金会を収めてある倉庫が怪盗に襲われたのです。幸い金庫が頑丈にできているので、扉が壊しかけてあっただけで、発金は無事でしたが、会社にとっては容易ならぬ大事件です。夜になると、倉庫室の前に監視人を置き、厳重に見張らせました。すると今度は、 しのにににきはくくがまいみたたそれには近く白金をいただ XZ 団と書いてありました団といえば近頃まで日本近海を荒らし回っていた海賊団で狩猟は若くて美しい婦人だといううわさでした。 その海賊団が陸に上がって八金会に目をつけたとすれば、いよいよもって油断はできません。そこで会社の首脳部たちは秘密に協議して、八金会を F 氏の本社に移すことに決めました。本社の金庫は科学の水を尽くした大金庫で、ここへ収めたが最後、いかなる海賊といえども、 絶対に手がつけられぬと折り紙がついているのでした。ただ問題は、XZ 団の目をかすめて、いつ、どんな方法で本社へ運ぶかということだけです。会計係である指助のお父さんは、前もってその発金郵送の役目を社長から命ぜられているのでした。さて、指助は、 旅行の身の回り品を入れた風呂敷包みを持って家を出ました。会社は郊外電車に乗って30分ばかり、市営住宅が建っている旧飛行場の隣の広大な敷地で、本館はコンクリート造りの3階建てでした。2階の奥まったとても立派な応接間に通されました。案内の給仕は、運のさんは、 今は会議中だからしばらく待っていてください。と言っていきました。後には指すけただ一人。室内は重苦しいほどシーンと静まり返っています。この部屋は社長専用の王室まで、その隣は秘書室、次が社長室でした。少し経つと隣と秘書室から、 タイプライターを打つ音が聞こえてきました。指すけはじっと聞き入りました。ん、タイプの音だな。なるほど、クロちゃんが言った通り、この音もトンツーの集まりだ。よし、一つ書き取ってみよう。指すけはそう思って手帳と鉛筆を取り出しましたが、そのとたんタイプの音が消えて。 電話の呼び鈴がきこえてきました。続いて女の声で「もしもし ?K の1352番。あもしもしああ、お留守でございますか。はでは、後ほどお願いいたします。そしてまたタイプの音に変わりました。カチャカチャとキーを叩たたく短い音と、 行を変えるときのギーという長い音が入り混じっています。指すけはその音を記号に直し、急いで手帳に書き留めました。やがてその音もやみました。ふん、まるで本物の符号みたいだな。トン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 、ツーツートン、ツートントン。はてな。指すけが、 その記号をモールス信号で読んで、はっと目を見張ったとき、お父さんの運の詩が入ってきました。いや、待たせたな。ありがとう。何しろ急だったのでな。指けは声を潜めました。お父さん、やっぱりあの件で出張ですか父も声を潜めて、そうだよ。急に決まったんでね。 大丈夫だとは思ってるんだがね。ぼくきょうみちみち考えたんですがあの脅迫状がくさいと思いますよ。なぜといってお父さんは眉をひそめましたどうしても金庫を破れないものだからその金庫から持ち出させるためあんな脅迫状をよこしたんじゃないでしょうか。 うんあるいはそうかもしれぬ。そうだとすると、わざわざ海賊の罠に落ちているようなものだが、と言って、このままここに残しておくことは、検問至極だからね。ひと思いに本社へ移すことに決まったんだよ。それだけに、一切秘密のうちに、社長と重役だけの間で準備され、わしに出張のない名額だったのが、今日の午後1時だ。 そして出発の時間を言い渡されたのは今から10分前というのだからねいかに魔法使いの弾だって気がつくはずはないと思うよお父さんは自信を持っているらしいでもお父さん XZ 弾は絶えず会社に出入りする人や自動車を見張っているかもしれませんよ無論監視しているだろうしかしここには 自動車だけでも一日には四五十台も出入りしているんだ出発の日時を知らないでその中から発近海を運ぶ車を見分けることは圧巻だってできないよむろん車はうまく偽装したトラックで死に直行だしわしも護衛の刑事も変装だだけど僕なんだか XZ 弾はもっと身近に潜んでいて お父さん方の秘密を見破っているような気がしてきたんですよ今急にまた隣の部屋から電話の呼び鈴が聞こえてきましただからねえユースケお父さんが言いかけるとユビスケは「しお父さん」もしもし「もしもし ?K の1352」「ああもしもし笹野ですけど」 注文の洋服はできたでしょうかえ明日の朝までに。では、間違いなくお願いいたします。さよなら。さっきと同じ女の声、そしてまたタイプ。ゆびすけ、どうしたんだお父さんはきつねにつままれたような顔。し、黙って。ゆびすけは、そのタイプの音を、 さっきききのように手帳に書きめてめいきますするとこの時秘書がその部屋に入ってきたらしく「おい笹野くん君電話の受話器を外しっぱなしにしてるぜ」と注意する声がしました「おやまおほほほ,ほうっかりしてたわ」ガチャンと受話器をかける音タイプの音も消えました 指すけ、何を書いてたんだ。さすがにお父さんも小さな声で聞きました。うーん、お父さん、大変ですよ。僕、もっと早く気がつけばよかったな、お父さん。ここでは話ができない。外に出ましょう。指すけは厚い目をくるくるさせてささやき返しました。 三。話は変わって、その夜の十二時頃のことです。広々とした平野の薄闇の中に、川のように白く浮かんでいる国道を、猛烈なスピードで疾走している二台の自動車がありました。前のは、ホロをかけたトラック、後ろのは高級の乗用車で、中には五、六人の荒くれ男が、 目をギラギラ光らせて乗っています「おい運転手手頃の場所だ前のトラックに追いつけよふふふ、<laughs> 兄貴長いこと待ったかいがあったなそれにしても兄貴うちの姉子はお金上がっても大した腕前だな」乗用車はぐんぐん前を走っているトラックに迫りました「運転手 トラックと並んで走れ。乗用車がトラックに並びました。と、中から怒鳴り声。おい、トラック、止まれ、止まれ、止まらないと撃つぞ。ぎーっと音を立ててトラックが止まり、乗用車から荒くれ男どもが飛び出しました。やい、トラック野郎ども、みんな降りてこい。 みんなの兄貴分らしいひげむじゃの男が鋭く声をかけると、これまたひげずらのトラックの運転手が。な、何のようだね。人の車を止めやがって、おや、ピストルを持ってるな落ち着き払って運転台から降りました。おい、他のものはどうした別に二人乗っているはずだが。 何言ってるんだこの車には俺一人だぜ。えそんなはずはね。おいみんな、荷物の間を探してみな。荒くれどもは丹念に探したが、運転手が言う通りです。なるほど。人なんか半切れも乗っていない。人ばかりじゃねえ。宝箱の赤革トランクも見当たらねえ。 会社を出るときは確かに乗っていたんだが、おい運転手、会社の人が二人乗ったはずだが、どうしたんだああ、海野さんと連れの人かあの人だったら会社を立ってから10分も走らぬうちに降りちゃったよ。え、降りたちくしゃ、いっぱい食わせやがったな。ひげむじゃは、じだんだふんで悔しがりました。 この時、後ろから別の乗用車が近づいてきました。あ、兄貴、後ろから変な自動車がやってくるぜ。そうか。会社のやつ、俺たちを出し抜いたからには、警察とも連絡しているに違いない。きっと警察の自動車だ。おい、みんな車に乗れ荒くれどもは慌てて車に飛び乗り、全速力で逃走を始めました。 やがて、後ろの自動車がトラックの横をすり抜けるとき、運転手は手を挙げて何か合図しました。途端にその自動車はうなりを立て、猛烈なスピードで荒くれどもの自動車を追っかけました。ははは、今度は犯人輸送か。運転手はこう言って、つるりと顔をなでました。ひげがパサリと落ちて、 後には若々しいクルスケージの顔。4朝です。指揮と妹の雅子とお母さんが食卓を囲んでいます。お父さんは無事本社へお付きになったかしら。記者が今朝の五時にはエフ氏に着くんだから、もう電報が来る頃だよ。そうね。 無事だとは信じているけど、やっぱり伝票を見るまでは心配だわ。親子三人がこんなことを話していると、玄関の外から、うのさん、伝票ですよ。ほら来た。駆け出した指すけが伝票を掴んで戻ってきました。万歳！大成功だ。お母さん、読みますよ。無事使命を果たした。 安心せよ父万歳まさこも叫びましたまあ大きな声ででもほんとに万歳だわお母さんの目にはうれし涙が浮かんでいますその時また玄関に声がしました奥さん指宿くんあっ来栖さんだどうぞ。 お上がりなさって来ケージがニコニコして現れましたいやおはようございますおはようございますいま主人から無事指名を果たしたと電報がまいったところですのそれはおめでとう実は警察にも電話がありましてね僕お知らせにまいったのですよそれはどうも おじさん、ところで犯人の方はどうだったでしょうか指助がいくらか気がかりの様子でした。いや、その方も大成功だ。トラックを走らせたのは他ならぬこのクルスだ。うまく県境におびき出して一網打尽だ。えおじさんが運転してうん、痛快だったぜ。 それからタイピストの笹野だが、君が知らしてくれた電話番号ですぐ隠れ家が分かったんだよ。そして捕まったんですかうん。こいつも昨夜の12時をきして武装警官が乗り込み、一味11人と一緒に取り押さえたんだ。でも驚いたな。その隠れ家というのが堂々たる大邸宅だったんだよ。ふーん。 団の狩猟もつか捕まえたともゆびちゃんあのタイピストの笹野が XZ 団の頭目だったんだよえー、驚いたなゆびすけはあの虫も殺さないような優しい声を思い出してぞっとしましたいやあまったくすごい女だよ 会社の倉庫に白金会が保管されたのを知ると、すぐタイピストに化けて会社に潜り込み、うまく社員の信用をつかんで、社長専属のタイピストになりおわせたんだからね。彼らにとっては乗るか反るか、半年がかりの大事業だったわけですよ。ところでゆびちゃん、君、笹野丞が打ったタイプで彼らの企みを見抜いたと言ったが、 ささのはどんなことをタイプしてたんだいははは、<laughs> 僕ただタイプの音を聞いただけですよ。何音だって昨日お父さんに会いに行った時、応接間の隣の秘書室からタイプの音が聞こえてきたんです。僕その音を電信符号で書き取ったのです。最初は僕一人でいる時、二度目はお父さんと会っている時、そして 文字に直してみたらおじさんこんな文句だったんですよ指助はあの時の手帳を刑事に見せましたうん「5時たつ」「4365」なるほどこれが最初の音だね「トラック偽装」「運の変装」F「F し直行」 これが後の音か。なるほど。これが暗号だったんだね。お父さんと話し合って分かったことですが、4365はトラックの番号なんです。笹野は秘書室から隣の社長室の会議の模様を盗み聞きしたんですよ。その上、僕とお父さんの話まで聞いて、早速そのタイプで打ったんです。そうか。 してみると、ゆびちゃん、秘書室の前の廊下にでも、この合図を聞くため、笹野の手下が忍び込んでいたのかね。ゆびすけは首を振って、い,いえ、そうじゃないんです。僕も最初はそう思ったんですが、秘書の吉本さんが部屋に戻ってきて、笹野に注意した言葉ですぐそうでないことが分かったんです。笹野は、 タイプを打つ前にどこかに電話をかけたんですが、受話器を外したままタイプのそばに置いたのですよ。クルスケージは膝をたたきました。あ、そうか。タイプの信号を電話で送ったんだね。そうです。その電話番号が K の1352十二番だったのです。なるほど。その電話番号のうちが。 君が知らせた隠れ家だったのか。うーん。いやあ、ゆびちゃん、毎度のことだが、君の知恵には兜を脱ぐよ。だが、ゆびちゃん、モールス信号をよくもこれほどまでに覚え込んだものだね。ゆびすけとお母さんが、くすりと笑うと、まさこが口を出しました。おじさん、兄さんはね、近頃、電信の符号を、 でえそろばんで,すよえで今度は指すけがまじめな顔で答えました。クルスのおじさんでもきのう僕がタイプの音を記録する気になったのはクロちゃんのおかげです。クロちゃんはこの世界にある一切の音が長い音と短い音で成り立ち音信不合のトンツートンツーで記録できることを 発見したんですよ。なるほど、ハハハ、こいつは負けた。クルスケージは笑いながらも本当にまいった風に頭をかきました。